それでは、ウェブ朝倉学校第9日目、2週目の木曜日ですね、2020年3月12日です。で、本日前半で、三角形の面積を中心に面積の発想をいたしました。で、後半は、三角形に関係するんですが、面積というよりも三角形の中心について考えてみたいということをやりたいと思います。はい、それでは、三角形の中心とは何かということをやりたいと思います。で、円の中心は、もう一つなんですが、三角形の中心は何をもって中心とみなすかというのは、実はいろんな考え方、いろんな 中心がありまして、五心、5つの中心があるんですね。内心、外心、重心、推心、傍心という5つの中心があります。で、本日はその中でも一番代表的な、内心、外心、重心、この3つを押さえておけば、基本的には、高校入試レベルだと大丈夫。大学入試だと推進とかを抑えた方がいいんですけど、こういう形ですね。さて、それで三角形の中心、内心、外心というのをまず説明をしていきますと、内心、あ、で、あの、そっか。最後に言いますね。内心というものは、内接円、三角形に内側から接する円の中心ということなんですね。三角形の内接円の中心です。で、内心、外心、重心ともそれぞれいろんな特徴がありますので、この図の中では等しい長さのものを赤で表現しました。そして、線分については赤で表現しました。で、等しい角度については青で表現しましたということですね。で、まず内心はここに内接円というのが書けるんですね。内接円です。で、ここに円が書けるということは、円の中心、その内接円の中心のことを内心というんですけど、円が書ける、その内接円の中心から、半径ですので、半径は、全部等しいですから、この3つの長さは等しいんですね。で、皆さん実は日常生活で、すぐにでも確認できることなんですが、これ、円ですね。この前円周角の話をした円です。で、円がこう何か線に接するときですね。例えばこの、今こうですかな、この円がここの机の、この紙の線でもいいかな。紙の線に接するとき、この当たってる点を接点と言います。で、接点において、これが中心ですね。中心と接点を結ぶその線は、これに、この今接した線分に垂直なんですね。で、これは、こんなものを持ち出すもまでもなく、自転車が典型的です。自転車のタイヤというのは、円ですね。で、その自転車のタイヤが地面に接してる、点があります。で、その接点に対するスポークがありますね。で、スポークと地面は垂直になってます。自転車がどこで止まっても、いつ回転してても、垂直になってますので、自転車のスポークとタイヤとスポークと地面の関係を見ていただければ分かりますように、これから垂直です。垂直です。さて、そうしますと面白いことが起こりまして、これが、例えばこの三角形とこの三角形を考えてみると、これが共通ですね。長さが等しいです。で、これは半径で長さが等しい。で、直角です。で、直角三角形の合同条件に、斜辺と一辺が等しいと合同であるということが言えますので、
実はこの三角形とこの三角形は全く形も大きさも等しい形になりまして、合同ですから、これとこれの角度が等しい形になります。隣り合う中心と頂点を結ぶ、隣り合う2つの角が等しいで、こっちについても等しいです。でただこれとこれ等しくないんですよ。等しいとは、まあ、正三角形なんかだと等しくなることもあるんですが、基本的にこれとこれは等しくなくて、隣同士が等しい形になりますという形。これが内心の中心です。次に外心いきましょう。で外心というのは今度逆で、三角形を、に外で接する円です。外で接する円です。でこれ立場を変えると表現が逆になりまして、三角形を主語にすると三角形に内側から内接する円が内接円ということになりますけど、これを円を主語にすると円に外接する三角形というふうに逆に表現するんですね。同様にこれは三角形を主語にすると三角形に対する外接円です。でも円を主語にすると、この円に内接する三角形というふうにことになります。さて今度どういうことになるかというと、この外接をぐるっと回った時の中心がここですけど、それぞれの頂点が円周を通るんです。でそう、これ、円の半径になりますので、円の半径がこれ全部等しい、この3つが今度等しいんですね。でそして、今度はちょっと注意していただきたいんですが、さっきは隣この頂点を結ぶ隣同士が等しかったけど、今度は隣同士は等しいとは、実際これ大きさ明らかに違いますよね。こことの大きさとこの角度は明らかに違います。で何が等しいかというと、今度これとこれが二等辺三角形ですので、二等辺三角形の底角は等しいという原理を前にやったと思いますが、二等辺三角形の底角は等しい、まあこれ確認してみましょうか。二等辺三角形の底角、二等辺の裾野の角は等しいという原理がありますので、これとこれが等しいんです。で、この二等辺三角形でこれとこれが等しい。で、この二等辺三角形とこれが等しいということになります。これが外心です。そして、最後に重心です。で、重心というのは何かというと、重力の中心ということなんですが、これは不思議な描き方をするんですが、今度、等しい線分の長さにを先ほどまで赤系の色で書きました。いいですか。内接円はこれが等しいんですね。で外接円は外心の場合にはこれが等しい。さて重心の場合は、実はここの各辺に対する中点を取り、その中点と対面する頂点を結ぶんです。よってちょっと微妙に色を変えてるんですけど、これとこれが長さが等しい、これ黄色系で書いてますね。でこれとこれが長さが等しい、これ、まあ、オレンジ系で書いてます。でこれとこれが長さが等しいということで、長さが等しいのは今度 円を描いてませんね。一切円を描いてません、この隣同士の線分の長さが等しいということです。さてそうしますと、不思議なことにこの3つの線がきちんと中線が交わりまして、この中心のことを重心と言ってます。でそれと重心の不思議な特徴として、この重心を、こう中線というんですか、中線を重心は2対1に等分すると、2対1の比で分けるんですね。これ対これが2対1で、ここくどいから書かなかったんですけど、これ対これも2対1で、これ対これも2対1です。そうすると、さっきちょっと前半の問題で、実はこれが出てきたんですね。これが出てきたんですが、これとこれが2対1だと、この三角形とこの三角形は、こう見ましょうか。はい。こう見ましょうか。2対1だと、これとこれが底辺に、1ですので、1と2ですので、高さは等しいですね。この2つの三角形に注目すると。
そうするとこの面積は1対2になるはずです。で今度この三角形に注目すると、この三角形に注目すると、これとこれが等しいので、まあ1対2でこの2がまた1、1に分化されるので、この3つの面積が等しい。で同様にやっていくと、実はこの全部 6箇所の面積が等しい形になります。これが重心の不思議な特徴で、こういう形になります。でよくこういう問題があります。まあ皆さんケーキ買いますよね、クリスマスとか誕生日とかで。そのケーキは円の形をしてますので、円の形をしているのを例えば6等分だったら、まあこう中心を交わるように6等分すればいいんですけど、こういう変な、なんていうかな、正三角形でもない普通の三角形のケーキが出てきた時に、6人で等分するためには各辺の中点を結ぶんですね。でそうして分化すると6等分されますので、まあ、三角形のケーキ作ったらこれで6等分してみてください。これ形は全部違うんですけど、それぞれの面積は等しくなりますということです。で実は先ほど私が前半でやった千葉県公立高校入試の問題は実はこれだったんですね。先ほど前半でやった問題、どっか行っちゃったかな、あこれだ。前半でやった問題は実はグラビティ、重力の G が書いてありまして、重心のことを G で表現することが多いんですけど、でこれがこうですね、これ中点こうです。だから重心のことを知ってると、実は一気に6等分ということが分かりますので、これは6倍ということが分かるから、実は重心の性質を知ってると一発で12倍と出るんですね、先ほどの問題。ということで、まあ中学では重心の性質まではありませんけど、まあ高校的な知識まで知ってると一発で12倍と解けるという形になります。それでは今までの話をちょっと実感をしていただくために、具体的に、典型的な三角形で、実際に内心外心、重心を描いてみたいと思います。でこれは実は典型的な三角形というのは、これですね、いわゆる直角三角、直角三角定規のこれです。はい、これをまあダイソーで買ってきたやつをこうなぞって、まあ21ルート3の、30度60度の三角形を作りました。さてじゃあまず内心ですね。で、内心の特徴は何かというと、確認してみますと、内心の特徴はそれ、この内心を結ぶまでの線がここ2等分してるんですね。各頂点の角を2等分します。ということで角の2等分線というのを作っています。角の2等分線、はい、中学生の皆さん、角の2等分線って、どうですか。特に中1まで、今これから中2になる皆さんは1回やったはずです。はい、こういうふうに描いて、こっからこういうふうに描くと、ここを結ぶと角の二等分線が描けます。はい、だからこの円、ここのどっかにあるはずですね、内心は。でもう一つ描きましょうか。ここ直角のところを角の二等分線描いてみましょう。こうやって、こうやります。で、そうするとここですね。あ、ちょっと。ここです。で、最後もやってもいいんですけど、これ必ず内心は2つが交わった点だったのもこれで答えが出てまして、あとは
これと結べば、いいだけですので、これも過去の二等分線、過去の省略します。はい、そうすると確認します。こことここ等しい。これまあ60度ですか、30度30度です。でこれ15度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 で、これが45度45度、まあ三角三角。はい、で実際にまあちょっとね、今急いで作ったんで若干微妙にずれるかもしれませんけど、ここを中心に円を描くとだいたい綺麗に自転車のタイヤがちょうどここの間にすっぽりと入る感じですね。見事に内接円が描けました。はい、じゃあ次に外接円、外接円です。で外接円は角については簡単で、実はこの斜辺の斜辺を垂直二等分するところですね、斜辺を垂直二等分する線が、中点になります。中点、この斜辺の中点になります。で斜辺の中点から円を描くとこれが外接円になってます。じゃあここのちょうどこの頂点を通るように円を描いてみましょうか。まあ、見事微妙にずれてますけど、まあ、見事外接円ができるということが分かると思います。でこれは実は、第2回だったか第3回でやった、タレスの定理というか円周角の定理で、直角三角形はここが円周角、この円に注目するとこれが半円の弧ですね。で中心角が180度だから、これが90度の円周角になると。つまり直角三角形は斜辺を、直径とする円の上にもう一つの頂点が、直角の頂点があるというのが特徴で、タレスの定理が確認できました。で最後に重心ですね。重心、重心さっき描いたはずなんだけどちょっと見当たらないので、重心用にもう一つ描いてみましょう。本当は正確に、あ、そうか、正確にできますね。はい、じゃあそれぞれ垂直二等分線をここからやってみます。垂直二等分線を作るとここが中点ですね。で同様にここの垂直二等分線を作ると、おっとっと、もうちょっと書くべきでしたね。これが中点です。で中点ともう一つの、反対側の頂点を結ぶのがこう重心ですので、ここになります。中点とここを結ぶと。でここも中点がありまして、ここら辺が中点になりまして、こんな感じですね。これが重心です。重心、さて重心については、重心という言葉は重力の中心という言葉です。重力の重ですね。まあよくスポーツなんかでも重心を低く構えろとかよく言いますけど、まあなんかスポーツの時でも体の重力の中心を重心と言います。でつまりこれはこの三角形がこの重心のところで次やはずなんです。それで実際に、まあ、手作りなんでちょっと微妙にずれてるんですが、釣り合うかどうかやってみます。はい、これは100円
これは 100円ショップで買ってきた、まあ、A4 のサイズの厚紙ですね。厚紙を、まあ、単純に2つに、真ん中で切った三角形です。でまずはデタラメのところに、穴を開けて釣り合うかどうかやってみました。はい、デタラメのところに、さて釣り合うか、こんな感じですね。全然釣り合わずに、まあこっちの方が重いのでこっちに垂れ下がってしまいました。じゃあ次に重心を描いてみました。それぞれの真ん中を描いて中線を結んで、この3つの中線の中心部分を重心描いてみました。で今度はどうか、まあ釣り合ってますね。さすがに完全に正確に釣れなかったので完全に水平とは言えないけど明らかに釣り合ってます。裏は仕掛けないですよ。裏はこれもこうだしこれもこうなので別に仕掛けがあるわけじゃありません。で重心というのはやはり重力の中心の部分であると。でこれはやはりさっき言ったように重心はこの6つの切れ端が全て同じ面積になるということは、これ重さがこれ6箇所全部同じになりますので、その中心の部分で釣り合うというのはまあある意味で合理的というか説明がつきやすいという話ですね。ということで本日は三角形の3つの中心について、内心外心重心について話をしました。でまあ、最後に宣伝ですが、もう2つの中心ですね、水深と防振に興味持った人は私の円という本とか三角形という本に書いてありますので、ご覧いただければと思います。はい、ということで、ウェブ朝倉学校の第9回をの発展編を、おしまいにします。最後にちょっと顔を見せして、まあなかなか照明とかが、まあまだ安定しないんでちょっと見えにくいところもあると思いますけど、まあ、また徐々に改善していきますので、またお付き合いいただければと思います。で明日が一応、第2週の最後で、予告では、確か天気理科で天気と言ってあるんですが、まあ、ちょっと明日までに考えて、まあ、とにかく理科の内容でやることは事実で、多分天気になるか岩石になるか、どっちかでやりたいと思っておりますので、また明日お会いしましょう。それではご清聴ありがとうございました。